こんにちは、はがちゃんしゃべるのコーナーです。明けましておめでとうございます。遅くなりましたが、もうね、2015年の競馬スタートしてますね。まあ新年ということで、我がね、サンスポレース部の競馬班にもですね、まあ新人といいますか、まあ皆さんにはおなじみなんですけど、藤沢美希記者、まあ今まではね、内勤で仕事してたわけなんですけど、この年明けからね晴れて、現場記者としてね、スタートを切りましたね。まあ私もねちょっと一緒にこう、まあ生意気な感じですけど、ちょっと先制的な位置でね、あの先輩としてこういろいろね、あっちこっち の先生ジョッキーなんかにねこう紹介なんかもするんですけどね、非常にねまあ熱心ですね。もうね調教の終わりがけの時間までね、矢作さんちょっとこっちの厩舎連れてってくださいと、紹介してくださいと、いうことでね、もう引きずり回されてちょっと私もこんなになってます。でもねまあ若い力にね負けないように、やらなきゃいかんなと、負けちゃおれんなと、二十何年間ね現場にいるわけですから、昨日今日出てきたね1年生に負けてるようじゃ、まあねベテランとしての、威厳も意味もないと思うんでね、頑張っていきたいなと思ってるところですね。まあ、藤沢くんね、今週は新馬を中心にね、まあ、かなり聞き込んでましたね。まあ調教もね、まあ一生懸命、見てもいましたし、ただねちょっと時計取るっていうのはねさすがに、これはね熟練の技術がいるんでね、まあ失敗ばっかりしてましたけどね、まあその点だけまあ私が大きく優位に立ってたかなと、そんな自慢してもまあ意味がないんですけど、とにかくね、彼の、まあ、新馬中心にね今週熱心に取材してたんで、まあその辺を中心にね見ていただければと思いますね。まあ今週分はねちょっと彼に譲るところはあるんですけど、来週ね私も一頭、これはという、まあ、用意してますんでね、まあ今日は伏せておきます、伏せておきますが来週は公表しますんでお楽しみに。まあね名前伏せたまんまで、このコーナー終わるのも申し訳ないんで、確実な馬をね、一頭来週のために紹介しましょう。フェアリーステークスにもね、登録あったんですけど、高橋豊厩舎のねアイラインという馬、中央入りしてね今度は2戦目になるんですけど、このフェアリーステークスを自重しまして、来週の菜の花ステークス500万条件の方にね同じ芝を 1600m、使ってきます。まあ、前回ね、1200m の競馬でちょっと忙しかったかなっていうところがあったんでね、 1600m はねぴったりじゃないかなと思いますね。マルチ馬のね高橋豊厩舎アイラインでございます。覚えておいてください。私もしこたま勝負いたします。以上です。